今回はね、タバタトレーニングっていうものに関する新常識を皆さんにお話ししていきたいなと思っております。このタバタトレーニングってそもそも何なのかっていうと、20秒何かしらの運動を全力でやって10秒間休んで、それを連続で6本から8本ぐらいやっていきますっていうのが、これがタバタトレーニングっていうものになってます。効果のあるトレーニングをこの動画の最後で皆さんと一緒にやっていくんで、最後のね4分間ぐらいはちょっと地獄の時間が待ってると思って、まず最初動画理論のところっていうのを皆さんに最初にシェアしていきたいなと思っております。それでは早速いってみましょう。じゃあね、まずタバタトレーニングってところを考えていくのに、20秒間でどんな種目をやっていくのかっていう話になってきます。で、それ以外にも、じゃあ20秒10秒を6本から8本やるんですけど、じゃあなんで6本から8本、何本がいいのかとか、じゃあそれを1セットだとして、1日の中で何セットやればいいのかとか、あとはじゃあそれを週何回やるのが効果的なのかとか、まあ、いろんな問題があるんで、1個ずつちょっと解決していきましょう。まず、この20秒間で何をやっていけばいいのかっていう話です。これね、1個定義があるんですけど、まあ、ちょっと難しい言葉なんで忘れちゃってもいいです。これが 170% VO2MAX 以上となる強度の運動で20秒間行うことっていうのが1個言われてたりします。で、それ以下だとね、効果が落ちるって言われてるんですよ。じゃあこの 170% VO2MAX となる強度って何なのかっていうと、皆さんに分かりやすい例で言うと、 400m 走を全力で走った時の、その時のなんか走ってる速度、そのぐらいの運動強度っていうのが大体 170% VO2MAX っていう感じです。って考えるとめっちゃ強度高いんですよ。よくね、なんか腕立て伏せとかあったりすると思うんですけど、あれって大体 90% ぐらいかな、そのぐらいの VO2MAX だったりします。だから全然足りてないっていうか、もうタバタトレーニングの中に腕立て伏せ入れてしまうと、もちろん腕立て伏せの効果出るんですけど、持久力トレーニングとしての効果はやっぱ薄まってしまうという問題が出てきてしまいます。じゃあね、この 170% VO2MAX をもちろんね、走ったりとかバイクを乗ったりして、でそれで出すのは結構簡単なんですけど、じゃあ室内でやっぱできるようにしたいじゃないですか。その時にやっていくものとして挙げられるのが、例えばバーピーとか、あとはスクワットジャンプとか、あとはクライマーなんて種目だったり、あとはランジジャンプとか、この辺は大体 170% VO2MAX を全力であれば達成することができます。で、これらをね、4種目を使って最後タバタトレーニングやっていくんですけど、まあ、そんな感じでイメージしておいてください。このタバタトレーニングで一体どういう効果が現れるのっていう話を次にしていきます。これね、面白い研究があるんですけど、このタバタトレーニング20秒10秒っていうものを6から7本1セット、それを1セットだとして、それを週4回、それをね、かける6週間やりましたっていう研究があります。結構ね、多分イメージするだけでつれえなと思うんですけど、それをやった前と後で何が伸びたのかっていうと、最大酸素摂取量っていうものと、あと最大酸素尺っていうもの、まあ、ちょっと分かりにくいと思うんで、もう言い換えると持久力だと思ってください。持久力が、最大酸素摂取量が 10%、 最大酸素尺っていうのが 30% 向上しましたよっていうふうに言われていたりします。ってことはね、持久力上がりましたっていう研究なんですよね。っていうような感じで、最大酸素摂取量っていうのはどっちかっていうと、長い距離を行って走るときにこう使うような持久力のものだったり、で最大酸素尺っていうのはどっちかっていうと、なんか無酸素的な、それこそ 400m 全力で走るっていうの、その時のなんか持久力だったりみたいなイメージで置き換えることができるんですけど、要するにいろんな持久力の要素っていうのがいっぺんに伸びましたよっていうのがタバタトレーニングの研究結果だったりするんです。っていうような感じで、タバタトレーニングって持久力を上げるための種目としては一番コスパがいい種目っていうふうに置き換えることができます。じゃあどういうふうなセットとか回数でやっていけばいいのかっていうと、大体20秒10秒で、それをかける連続で6、7本で OK です。でそれを1日あたり1セットでとりあえず効果が出ます。2セットの方がやっぱりちょっと効果は出ますけど、3セット以上はぶっちゃけそんなに効果はあんまり変化はないよっていうふうに言われていたりします。なので大体それを1から2セットっていうふうな感じですね。でそれを他にもやっぱサッカーのトレーニングとか練習とかで走ったりすると思うんで、それを取っ払うんでしたら週4回ぐらいがやっぱベストっていうふうな感じですかね。大体そのじゃあ強度の基準としてどんな感じで設けたらいいのかっていうと、これ大体6セット目終了時点で最大心拍の 90% ぐらい、これがね1個の目安っていうふうに言われていたりします。これ最大心拍の 90% ってどのぐらいなのかっていうと、これね、最大心拍ってそもそも人によって違くて、これが大体220マイナス年齢っていうふうに言われていたりします。だから例えばですよ、20歳の選手だとしたら220マイナス20で、最大心拍は大体200っていう感じ、それの大体 90% なんで180拍毎分、これが6本目で出ていれば、大体タバタトレーニングの効果としてはかなり良くなってくるよっていうような感じだったりします。けどこれじゃあ 90% いかないから効果ないとかいうわけじゃなくて、大体 70% から 80% でも効果あるよっていうふうに言われていたりもします。じゃあですよ、最後にこのサッカーって長い距離を行ってて走るような持久力ってあんま必要なくないっていう、要はさっきの研究で言うと、
最大酸素摂取量イコール長い距離を一定の速度で走れる持久力っていうような感じで置き換えてしまうことができたりするわけです。それじゃなくてどっちかっていうと、短いスプリントと短い休憩レストを組み合わせた完結的持久力っていう、そっちの方がサッカーにとっては大事なんじゃないのかって思われるかもしれないんですけど、この完結的持久力、要は短いスプリントと短いレストを組み合わせたそういった持久力の中にも、やっぱり最大酸素摂取量みたいな長い距離を一定の速度で走るようなそういった持久力っていうのもめちゃめちゃ関与します。もう一個ちょっと考えていくのは、ちょっとここねやっぱ難しいんで選手は聞き流しちゃってもいいかなと思うんですけど、持久力って大きく分けて無酸素性の持久力っていうのと有酸素性の持久力っていうのがあったりするんですよ。これがね何なのかっていうと、エネルギーを生み出す過程で酸素が必要かどうかっていう話なんです。例えば 100m 走を走るときって別に息吸わなくてもギリギリいけるじゃないですか。っていうふうに酸素を別に使わないようなエネルギーの生み出し方でもまあこと足りるわけなんですよ。で、一方で有酸素的持久力ってこれ何かっていうと、長い距離一定に走るときって酸素をどんどん使ってエネルギーを生み出していかないとエネルギーが足りなくなっちゃうっていうようなことになってきます。要するに体に貯蓄されているエネルギーっていうのはすぐなくなっちゃってどんどん生み出していかなきゃいけないよって話になってくるんですけど、どっちかっていうと例えばサッカーとかでなんかロングスプリントやったりとかもどんどん高強度のプレスかけていったりとかっていうときって、どっちかというと無酸素性の方が大事なんじゃないのかな、要は 400m 走るみたいな感じの方が大事なんじゃないのかなって思われがちなんですけど、この無酸素性の持久力の中にもだいたい 65% ぐらい有酸素性の持久力っていうのが関与したりとかするので、やっぱりこう幅広くいろんな持久力を鍛えるっていうのが大事になってくるわけです。だからもうここまでの結論を言うと、タバタトレーニング全部の持久力の要素っていうのを鍛えられるから、もし時間をなるべく節約しながらトレーニングをしていくっていうふうなことを考えていくとしたら、タバタトレーニングが非常に優秀ですよっていうまとめになってきます。最後ね、これだけは言いたいです。タバタトレーニングは痩せません。痩せるためにはやっぱエネルギーをもっとたくさん使わなきゃいけないんで、タバタトレーニングは時間が短すぎて痩せません。それだけは最後にお伝えしたかったところです。っていうような感じで、じゃあここからはね、皆さんと一緒にタバタトレーニング実際にやってみたいなと思います。よし、皆さん一緒に頑張りましょう。3, 2, 1 Workout. Three, two, one, rest. ある人はね、こういうのを使ってやってみましょう。3, 2, 1, 7, set to go, workout. Three, two, one, rest.Three, two, one, six, set to go, workout. Three, two, one, rest.Three, two, one, five, set to go, workout. Three, two, one, rest.Three, two, one, four, set to go, workout. Three, two, one, rest.Three, two, one, three, set to go, workout.
さ、3, 2, 1 rest。3, 2, 1, 2 sets to go. Workout.3, 2, 1 rest。3, 2, 1 set to go. Workout.3, 2, 1 rest。3, 2, 1 timer completed。OK、ナイスワーク。はい、今回ですね、タバトトレーニングの理論と、あとは皆さんと一緒にやっていったわけなんですけど、いかがだったでしょうか。タバトトレーニング結構ね、しんどいトレーニングだと思うんですけど、やっぱり効果がめちゃくちゃ認められているようなトレーニングになってます。なのでぜひこのトレーニング活用していただけると嬉しいなと思います。ぜひこの動画がためになった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてこの動画はぜひね、保存して何度もやってみてください。室内でできる優秀なタバトトレーニングなので、ぜひ継続してみていただけると体力上がってくるんじゃないでしょうか。それではまたお会いしましょう。